こんばんは、水吉です。本日はですね、こちらまた面白いですね、記事がありましたのでご紹介をいたします。こちら J キャストニュースからなんですけども、韓国紙、桜のソメイヨシノはチェジュ島原産地、何の科学的な根拠もないのにまた妄言ということでございまして、このソメイヨシノっていうのはですね、皆様ご存知の通り日本の桜でして、接ぎ木とかで、生育したものなんですけども、これは江戸時代だったと思いますね。このソメイヨシノがですね、接ぎ木で育って、で今日本中にあるですねソメイヨシノはクローンということですね。でこの韓国のチェジュ島ですね、韓国ではいわゆる、ハワイって言われてるんですよね。韓国のハワイって言われてる島なんですけども、そんなところにソメイヨシノ、おかしいですよね。これ韓国の、桜っていうのは、遺伝的には DNA 解析したらですね、近いとは思いますね、日本の桜と。ただ、何が違うかというふうに言いますとですね、韓国の桜というのはですね、私ちょっと写真で見たことあるんですけども、日本のソメイ桜、ソメイヨシノはピンクっていう感じなんですけども、こちら、韓国の方は白が強いって感じですね。ほとんど白いですよね。だから、両国の桜を比較したら、全く DNA 的には違うもんじゃないかなと思います。で、韓国人が勘違いして、嘘を言ってるわけですよね。で、この、韓国ってそうですよね。他にもそうですよね。我々がルーツだって言ったのがありまして、まず剣道とか、剣道も日本がルーツじゃないと。韓国がルーツ2だっていうふうに言ってますよね。これも大きな間違いでして、彼らは本当に嘘ばっかり言ってる民族なんだなっていう感じですよね。で、私が昔聞いた話なんですけど、ハンバーグですよね。ハンバーグが朝鮮のルーツだとかいうふうに聞いたことがありまして、その朝鮮人はユッケ食べますよね。ユッケビンバのユッケなんですけど、ユッケを食べるのは生ですよね。生肉なんですけども、でその生肉がそのシルクロードを介してですね、ドイツに伝わって、で、ドイツ人は私たちは生肉を食べないっていうことでハンバーグにして食べたという説があるんですけども、それどうなんでしょうね。この朝鮮人が日本人に叩き込んだ嘘なんじゃないかなと今ちょっと感じてますよね。ですから本当にその韓国人っていうのは捏造とか、嘘も言っておけば本当になるっていうふうに思い込んでる民族じゃないかなと思います。前のマオちゃんじゃない、キムヨナでしたね。スケートのね、その人も2位になったんですよね。ロシアが金メダルで銀メダルになって、で、銀メダル、おかしいにだ。我々の韓国のキムヨナが1位にだっていうことで、こう主張して、その国際問題になってましたけども、やっぱりその自分が劣っているから背伸びをしているっていう感じですよね。で、以前ちょっと聞いたことがあるんですけども、これ米軍か日本軍のですね、書物かに、なんかに書いてあったんですけども、韓国の軍人を3歳児と思えっていうふうにこう指導してたみたいですね。彼らは本当にバカな民族ですから、日本人がちゃんとその、やることをですね、できないわけですよね。ですからもう3歳児というふうに思えっていうふうにこう指導したみたいですよね。で、この桜もですね、いろいろ読んでるんですけども、この記事も、この本当にこう馬鹿げてますよね。他にも、ワシントンにも桜ありますし、その桜でもその、
アメリカはですね、一番その日系人よりですね、韓国系アメリカ人の方が多いんですよね。だからそのワシントンで思い出しましたけど、その慰安婦像っていうのも建てますしですね。で、そこにはその慰安婦とは書いてないんですよね。セックススレイブっていうふうに書いてるわけですよね。その慰安婦像のそのところにセックススレイブって書いてるってことは性奴隷ということですから、本当に腹立たしいですよね。ですからもう新刊とかですね、韓国をその我々の仲間と思ってはいけないですよね。奴らは敵ですからね。昔そのチェジュ島とかですね、ソウル、プサンとかよくね、日本人行ってましたけども、あんな敵国に行くべきではないですよね、本当に。まあ、これ私は農学部ですね、出身なんですけども、大学が農学系ですけども、その、これ許せないですよね。いろいろやっぱり江戸時代の園芸文化っていうふうに書いてあって、接ぎ木でクローンを増殖させるって書いてますよね。やっぱりその桜をめでる日本民族としてはですね、これはまあ許せない、まあ、事実ですよね。この朝鮮人が悪さをしてこういうことをやってるんですから、やっぱり抗議して、本当にそう付き合わない方がいいですね、韓国朝鮮人っていうのは。まあ本当桜、今日ちょっとですね、まあニュースでも桜が開花してるということで見てたんですけども、やっぱ日本人でよかったとかいう方もいらっしゃったんですね、その、インタビューの中で。やっぱこれ韓国人には言ってほしくないですよね、その桜のことは。本当に腹立たしいですので、まあこれはちょっと抗議したいなと思います。はい。まあ、お天気良くなったらですね、ぜひ桜、花見が、来週はどうなんでしょうかね、来週ぐらいも、来週、週末も行けるのかな、平日に済ませていた方がいいかもしれませんね。ちょっと関西地方は雨とか、明日雨らしいんですけども、まあ私もちょっと、時間を作って花見なんかしたいなと思います。皆さんもぜひ花見に行ってください。本日は以上です。どうもありがとうございました。